よし、どうも、竹田でございます。刻んでいこうぜ。マックのチキンタツタのポコッとした部分、くるぶしに変えてもバレないです。バレるだろ。お前さ、寝起きやん。寝起きだよ。お前、主人公の寝方すなよ。ルフィかエレンみたいな。今日は何？便利なの？便利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 。今日、ヨシキさんじゃないね、もうどっちかといったら、その、主導権は。まあ、一回シューズ出しますか。はい。お前、足くそ。こういうところよ。今回も案件じゃないなっていうのが分かるし、案件だったら絶対にダメですからね。皆さん、このアシックスのシューズ袋から何が出てくるか、デデンということで、他やプツカーン、イエロー X1。 はい、寝起きだと思うんです。テンション上がりますね、このデザイン。デザインは確かに、ね、なんかおもちゃみたいで好きっすよ。おもちゃみたい。本日のハギ、見てください、この迷路みたいな裏側、これが興奮するんだよって言ってます。前回アルファ3の動画で言いたいことがあると、はい、アルファ3どうでした？最高。そうだよね。1。いや、僕もそうだったんです。え、そうだったんだ。アルファフライ3履いて、反発、推進力、フィット感、軽さ、これは来たぞと。で、これを履きました。超えました、僕は。僕はアルファ3よりもこっちの方が反発推進力があると思ってます。僕の感覚なんですけれども、はいはい、絶対こっちの方がある。ってぐらいこのシューズすごい。これ今綺麗な状態なんですけども、うん、本当に気に入ってるから、うん、結構履いてるんだけど、はい、周辺のシエロ X1 ね、うん、俺こんぐらい履いてるんですよ。僕の方は汚れちゃったんですけども、こんぐらいめっちゃ履いてますよと、うん、この間 800m 走ったんですよ。フルマラソン明けで全く練習してない状態のヨシキがこれを履いて、ポーンって2分6ぐらいで走りました。わー、どっちかといったらお前がすごい。シューズじゃない。自分の実力なのかもしんないけど、シューズに走らされてる感もすごいこういい意味で感じれるというか、シエロ X1 だったから2分6で走ったなっていう、すごいそういういい印象になってるんですよ、ね、なるほどね。前作のロケット X の違いで言ったら、カーボンの形状と厚みが増したのかな、ロケット X よりは。ただなんか厚み増してるらしいんですけど、傾斜とかが変わってるので、うん、僕はロケット X よりも薄く感じたんですよね。なおかつこの設置の感覚だったら、俺フルマラソンも行けるのかな思いました。これはフルマラソンきついでしょ、分厚すぎるから前のロケット X の方が良かったっていう声もちらほらあるので、そこはほんと人それぞれの感覚にはなってくると思うんですけれども、僕に関してはもう今作こちらナンバーワンシューズだと思ってます。グッド X 出そうか。確かに分からない人いるかもしれないですね、うん、こちらロケット X、こういうシエロ X1、 これどんな時に使うんですか？ポイントは絶対これだね。どこでこう設置していくといい感じなんですか、ヨシキさんは。圧倒的にこのミッドフットかな、ここかな。本当にちゃんとこうフラットにここでつくと、ここのドロップがいい感じにこう自動化してくれるというか、うんうん、ここは見てもらうとやっぱ分厚くなってるんですよね、はいはいはい、ここでつくとここがグニャッとこうなっていく、グニャッポーンっていう感じでいくイメージですね。ロケット X もね、割とその感じで僕にすごいハマったんですけど、よりハマり度合いを強化してくれたシューズっていう感じなんですよね、はあ、こうやって見比べるとなんかやっぱロケット X の方がちょっと薄く感じるよね。ロケット X の方が薄く感じるね。うん、で実際多分ロケット X の薄いんですけども、うん、本当に僕はこれにフォームとこのシューズハマりすぎてなんかね、うん、薄く感じるって、うんうん、まあこれはもう感覚は人それぞれなんで、もちろんもちろん、アッパーがちょっとこう耐久、 あんまり薄くはないです。薄くはないけど、まあレーシングの素材ではあるんですけど、ちょっと薄くはない、ちょっと耐久性メインかな。フィット感はでもいいよ。シューターも伸縮自在のフィット感が増してる感じ、この薄さ、レーシングっぽいよね。ただ紐だけ、紐に関してはなんでこの紐なんだろうなっていう感覚ではあります。履いてればいいじゃん、なんか好きなやつ。ああ確かに、うん、いいシューズとはいえ全部できるシューズってないわけ。ヨシキさんの中ではどこにもこう対応できるとすることは、2分6分で走ったわけだし、4分切るような練習でも多分履いてるわけ。なんとなくどこの
そのスピードにこう合うなっていうのはあるの、自分の中で。ハーフぐらいってことは3分30前後ってこと。そう、俺の力で。はいはいはい、なるほどね。ロケット X のさ、レビュー動画で俺言ってたと思うんだけど、これでフルちょっときついんじゃないって言ってたんですよ、うんうん、これもハーフなんや、感覚は。本当に今回のこの傾斜の感覚が俺にはまりすぎて、こちらもハーフっては言ったんですけど、俺今現時点でね、これでフル行ってみたい気持ちもある。まあだから周辺もちょっと一回ちゃんとスピードを出してレビューをしてほしいなと、ね、じゃあ入っていきますか。はい、シエロ X1 行きましょう、参りましょう。ダッシュで行こうぜ。ロケット X を履いた、はい、僕はまあ、ね、さっき家で散々シエロ X1 については語ったんで、久しぶりに、もうほぼ1年ぶりって言っていいんじゃないかな。てかね、ロケット X2 履きました。はい、いいね、いい走りだ。いい走りっすね。なんだ、うん、俺これ履きすぎたんかな。昔もっとパーンっていった記憶が。いや、すごかったね、パンは。動き良かったけどね。あ、でもやっぱり、あの、動きはちゃんといい感覚で走らせてくれる、うん、っていうシューズには変わりなかったし、やっぱこの反発はあるなって思ったんだけど、1年前はもっとこう、うおーっていう感覚があった気がした、はいはいはい、まあ、でもやっぱいいシューズ、いいシューズですよね。俺やっぱこっちだわ、こっちが好きだね、うん、ダッシュで行こうぜ。これもう一種類色あってさ、青系、青、はい、そっちが良かった。俺青が良かった。もらっといて文句俺とお前で色変えてもらったら良かったかもしれないね。ね、うん、まあそこは他は気遣えないとこだよね。出来上げたもうダメだもん。これ履きました。かかとの方の傾斜ですかね。歩いてる分にはまだちょっと大丈夫かなっていうのはあるんですけど、ちょっと重心後ろにすると、うん、こうってこうなる、うんうんうん、安定性大丈夫かなっていうのは、うん、今ちょっとパッと履いて感じてます。前足部分しか使わないっていうものの、やっぱかかとのそういうところの安定性がないと、うん、全体的な安定性っていうのもちょっと落ちるところはあるから、うん、それはどうなのかなっていうのが今履いた瞬間感じたところはまず1個ある。走っていいですか。はい、ああ、いいシューズだな。いいシューズ。めちゃくちゃ上から言うやん。走ってる時の安定感は大丈夫だった。しっかり前足部分でいける。正直履いた時ちょっと中足部分の感じがこう強くて、ここで行くんかなと思ったんだけど、ちゃんと前足部分でしっかりプッシュして大きく返ってくる感じはある。これ見えるじゃんね、みんなもう。はい、カーボンがさ、反り上がってんのが、うん、この転がる感じが見てわかるじゃんね。これもすごいいいアシストになってて、自動化の部分でも非常にいいかなっていうのはあるが、しかしちょっと歩きはきつい。歩きね、うん、あ、走るためのシューズなんだけど、履いてやっぱ歩くときはかかとからつくわけ、はい、でさっきかかとのブニャプロデション強えなって履いた瞬間ちょっと思ったって言ったじゃない、うん、それは歩きでも出る、うん、歩いてても履きつけたくなそう。あー、なるほどね。ぐらいプロデション強い、あんま歩きたくない。まあなんか言うなればさ、ニューバランスの5280履いてたじゃん、あれも歩き最悪ないよ、かかとで絶対つけないって、うん、だから歩くときもこういう感じで歩くの。なるほど、なるべくそのかかとをつかないように。そうそうそう、まあそれで全然いいんだけど、歩きも大事にしたい。528履くときはもうスパイク並みにこうすぐ脱ぐぐらいの履き分けをしてたんで、もし俺がこのシレックスワンを使うとしたら、そのくらい使う場面のほんとスポットでこう使う感じになるかなっていうのが1個ありました。周平はあれだもんな、アキレス腱の病ずっと持ってるもんな。あるあるあるよ。だからそれある人からすると、かかとのプロネーションの大事さっていうのは俺とは違った価値観でこうだいぶこう見てる世界が違うのかなっていうのは今聞いてて思ったわ、うん、超大事よ、うん、ダッシュで行こうぜ。全然アルファ3超えてる。マジで。なんかね、この硬さとクッションのこの沈み込むタイミングと全部ハマってんだよね。なるほどね。ナンバーワン。ナンバーワン。それあげるんでアルファ3もらっていいですか。普通の会話のノリみたいに言うの。ちょっとためらえよ。いや、ごめんごめん。まあでも周平が言うこの歯型のプロネーション、やっぱアキレス腱が気になる人はこれ気になるんだな。俺全然気になんねえもん。はいはいはい。歩いてどうですか、歩いてて。全然。あ、そう。
なんかむしろ女性ヒールストライク多いじゃん。かかとから入るこの感じも柔らかくてめっちゃいいなって俺は思う。マジで。でもやっぱそのアキレス腱が硬くて不安定っていう言いたくなる気持ちもわかんない。わかるけど、それは周平の言葉を初めて聞いて、あ、なるほどこの感じがそうなんだって思うだけ。なるほどね。まあ、だから本当に人それぞれなんかなって思います。めっちゃ好きです僕。あーいいね。中国の手術は認めないです。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。